よし、今日は天気いいから釣りでも行ってくるかな。はい、毎度様です。柴田社長です。今日は真冬の釣り、寒いです。寒いけど真冬の釣りに来ました。今10分ぐらいで4匹釣れました。それではちょっとやっていきましょう。寒っ。お、来た来た来た。はい、近い。お、お、すごいすごい。よし、来た来た。今撮影してるのが12月4日サンマ釣れた。サンマ珍しい。肩は20センチぐらい、ちょっとこまめだけど珍しい。釣れた。こっちも、お、来た来た。はい、来ました。近い。今日はね、6号の針使ってだからかかるのも大きいよ。見えるかな、いるの。来たぞ。来た。こうやって引っかかるのが多いんだよね。こうやって引っかかるのが多い。入れたらすぐだよ、これ。入れ食い。やったね、入れ食い。三魚種目。これニシンのちっちゃいやつだね。ニシンも釣れた。おお、来た。おお、ダブル。よし。いいぞ。あ、20センチ。20センチ終わるかな。うん、20センチ終わる。よし、かえって天ぷらだな。はい、できましたと。それではこれを調理して天ぷらにしていきたいと思います。とりあえず大きかったんで背開きにして揚げていきたいと思います。さあ、油もちょうどいいんで、それではいきます。よし、完成しました。ちょっと見た目があれですけど、地下の天ぷら、今日は天つゆで食べていきたいと思います。天つゆにつけていただきます。うん、うまっ。
今日は地下釣からの天ぷら作ってみました。ぜひこれからの時期はまだ北海道も釣れるんで、地下釣って自分で天ぷら作ってみたらいいかなと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。いや、うまいな。今日はうまくできた。